演奏は篠田元和さんです。もう一つのサウンドエンジン、スーパーナチュラルで生み出されるサウンドは RD800 をベースにブラッシュアップ。エレクトリックピアノでは60年代、70年代、80年代それぞれを代表するモデルを緻密に研究。 SA 音源を採用した RD 線も忠実に再現しています。さらに CE1、RE201 といったエフェクターも新規モデリングにより搭載。専用設計のアンプシミュレーターとともにエレクトリックピアノの音作りに効果を発揮いたします。それではブラッシュアップされたエレクトリックピアノのサウンドをお聴きください。スーパーナチュラル音源にはピアノ以外のサウンドも1100以上収録。コンボオルガン、クラビはオリジナルモデルと同等の音作りや演奏表現が可能。もちろんストリングス、ブラス、強力なシンセサイザーサウンドなどステージ上で必要不可欠となる音色をたっぷり収録しています。さらにサウンドライブラリーサイトアクシャルから歴代の RD サウンドを無償でダウンロードすることも可能です。これらサウンドのポテンシャルをフルに引き出すため、鍵盤部には木材と樹脂のハイブリッド鍵盤 PHA50 を採用。安定したタッチと高い耐久性を備え、演奏者のイメージを忠実に表現いたします。加えて金属ボディ、LED 付きロータリーエンコーダーとスライダーを採用。高い堅牢性と視認性により、激しいライブにも対応いたします。そして、現代のステージや制作現場に対応すべく最先端のマスターキーボード機能を搭載。 PC を含む外部音源のパラメーターや音色切り替えを RD2000 のパネルでコントロールすることが可能です。お好みのプラグインシンセのためのキーボードコントローラーとして、またプラグインシンセと RD2000 のサウンドを組み合わせたサウンドをステージに取り入れることができます。さらに最大24ビット、192kHz のオーディオインターフェース機能も搭載。 PC からの音声を RD2000 のサウンドとミックスして出力することも、サブアウトを使い別々に出力することもできます。それでは篠田さんにそのマスターキーボードの機能の紹介とバッキングトラックの使用した演奏をお願いいたします。はい、今回の新しい RD2000、音もいいしタッチもいいし、機能もすごくいいんですけれど、その中で一つ目玉になるのが、パソコンとですね、この RD を USB ケーブル1本でつなぐだけでですね、ソフト音源をこちらの方に制御することができると。1本のケーブルつないでるだけなんで、全然こうまるでこうソフト音源でないような感覚で使えるわけです。で、最大8つのパートまで内部の音と外部のソフト音源を鳴らすわけなんですけれど、これボタンを押して赤いボタンを押すと内部の
ピアノの音が鳴って、緑のボタンはソフト音源が、鳴るという、仕組みになっています。リアルタイムでどんどんスプリットしたりとかすることもできるんですけど、その辺をお見せしながら、やってみようかなと思います。
元和さんでした。ありがとうございました。さらに進化したサウンドと鍵盤、そして最先端のマスターキーボード機能を備えた RD2000、 3月の発売を予定しております。